こんばんは。2月23日火曜日の夜でございますね。今日は天皇誕生日ということでおめでとうございます。本当にもうそれだけです。それだけおめでとうございます。61歳、いやめでたいね、めでたい。これからも元気でいてください。よろしくお願いいたします。ちょっと今日はあれですね、まあたまたまお休みだったっていうのもあって、ちょっと祝日っぽいことは何もしてません。ずっと家にいました。まあ、腰がねあんまり調子良くないので、とにかく安静に安静にということでずっと寝ておりました。今日はですね、家から少しだけ離れたセブンイレブンからお送りしております。平山茂のこのチャンネルなんですけれども、基本はですね、まあ携帯で撮って携帯で編集してという形になっております。まだちょっとしばらくは携帯でアップしてっていう形が続くと思います。ただ iPhone がですね来ないんですね。予約はしてるんですけどまだ来ないですね。いつ来るんでしょうかね。メールが来ないんですね。新しい iPhone になればね、もうちょっとこの夜の動画ももうちょっと綺麗に撮れるはずなんですけれども、これは待つしかないですね。ちょっとお出かけしましょうかね。お出かけというか、まあここもうすでにここにお出かけしてるわけなんですけれども、ちょっとね今日はドライブと言いますか、ちょっとお出かけしながら、3月にですね、3月の2週目に1週間ちょっと休みをいただきまして、私福島県の方にねちょっと、まあ、旅行という形が一番表現としては正しいのかな、旅行に、福島県に旅行に行きたいと思っておりまして、その福島行ってる最中、もちろん毎日ね動画をアップするんですけれども、毎日の動画とは別でちょっとスペシャルという形でね、ちょっと長編の、1本動画を作りたいなとも思っておりまして、あとはですね、私あのインスタグラムの方も、アカウントを作っておりまして、平山CLで、そちらの方では、ライブ配信もしてみようかなと思っております。なのでぜひ、3月2週目ですね、まあ、8日7日8日ぐらいから出発して、福島県の方から、インスタライブをやっていきたいと思います。まあ、何回できるか分かりませんけれども、その都度その都度、ライブ配信するようにしようと思っております。ぜひお楽しみにということで、そしてチャンネルを登録してくれている方、本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。本当に嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいです。本当に嬉しい。これからもですね、平山茂らしく動画を作っていきたいと思っております。今後もよろしくお願いいたします。そして今日も明日も明後日も動画をアップし続けていきたいと思っております。大丈夫ですよ、大丈夫、大丈夫ですから、本当に大丈夫ですからね、本当に大丈夫ですから、本当に毎日ね、すいません暗いところから、なかなかこう家にいるとですねダメですね、なんか勉強もそうだったような気がします。してないけど、家にいるとなかなかねスイッチが入らないというところは、まあ皆さんもあると思いますので、そこはちょっとねご理解いただきたいなと思います。ということで、また明日お会いしましょう。平山茂でございました。ご視聴ありがとうございました。それではおやすみなさい。バイバイ。